はい、こんにちは。今日は東京理科大の問題の解題です。問題はこちらです。 x 大なり0の時、こちらの極限値を求めようといった問題ですね。これは知っていればあっという間に解くことができるんですが、今これここの値正ですね。 x 正で、ここ正ですので、正の n 乗足す正の n 乗、つまりじゃあ a の n 乗足す b の n 乗、これの n 分の1乗ですね。これの極限値を求めたいよってことですね。まあ、a と b、これ一般化するとこういう風になります。実はこの形の時には、a と b、大きい方が極限値になるんですね。じゃあ、例えば a の方が大きいとしましょうか。b より大きいよと。まあ、今、正の値で a の方が大きいとすると、この極限値は a になるんですね。で、まあ、これ知ってればすぐこれ求まりますよと。で、じゃあ、簡単にこれがなんでこんな風になるのかっていうのを示してみると、今これ、a と b なんですけれども、今 a の方が大きいよと。じゃあ、a の方が大きい場合を考えましょう。今、正の値で完全に a の方が大きい場合はっていうと、これ2つ動かれると厄介ですので、1つにまとめましょうってことなんですね、ここの部分。そうすると a の方が大きいので、a の n 乗でくくってあげると、ここ1足す a 分の b の n 乗って形になりますよね。ここの部分。で、それの n 分の1乗ですので、こうなるよと。で、これの極限ですね。これを求めたいということであります。ですので、これ n 分の1をこことここに振り分けてかけていくと、ここ n 分の1ですので1乗になりますね。ここが消えるよと。で、こっちは n 分の1乗ですから、こっちが a で、あとここの値が極限飛ばしたときに1に収束すれば a になりますね。じゃあそれを示していきましょう。まあ、これ無限大に飛ばすと a 分の b っていうのは a の方が大きいので、これ1より小さい値ですよと。0より大きく1より小さい値ですので、無限大に飛ばすとここ0に収束していきますよと。で、ここ無限大にすると0乗ですので、1たす0の0乗っていう形になって、まあ1に収束していくだろうと。まあ、ちゃんと示すんであれば、じゃあ例えばここ xn とかって置いてあげて、今 xn っていうのは1たす a 分の b の n 乗、これの n 分の1乗ですよ。これ指数の部分があるのでログを取りましょうか。ログの xn っていうのは、今これ正の値ですので、ログを取っても OK だと。n 分の1が前に出て、ログの1たす a 分の b の n 乗ですね。で、これで n 無限大に飛ばせば、どうなるかっていうと、ここは0乗ですね。あ、0ですね。0かける、ここは、ここ0になるので、ログ1、つまり0ですね。0かける0ですから、0に飛びますよと。ということは、この x の xn っていうのは、1に収束しますよってことですね。ログ1が0ですから、xn は1に収束しますよと。ということで、ここが1に収束するので、これの値っていうのは a ですよということで、求めることができますよと。つまり、完全に大きいときには、その大きい方の値になりますよってことが言えますよね。で、あとはこのイコールの時を調べましょう。イコールの時には、まあ、a イコール b の時ですね。その時にはここ等しいわけですから、a の n 乗足す a の n 乗。つまり2倍の a の n 乗。まあ、今 a イコール b の時ですね。この時はっていうと、これ、これの n 分の1乗ですよと。つまり2の n 分の1乗と、a の n 乗の n 分の1乗。つまりここ n 分の1乗すると1乗になるのでこうなるよと。これの n を無限大に飛ばすと、ここ結局0乗で1になるので a になりますね。ということで結局、等しい時にはまあ等しい値になりますよと。まあ、まとめると、a と b が、大きい方ですね。イコールも含めて大きい方の値になりますよということでね。まあ、逆に b の方が大きければ b になりますよということですね。ということが言えるので、まあ、これでやっていきましょうと。つまり今一般化して、ここを a と b として今求めることができたので、まあ、これで OK だなと。じゃあ 7x プラス6と 9x を比べてあげて、どっちが大きいのかを見てあげればいいと。じゃあ例えばこうなったとき、こうなるときっていうのは x がいくつかっていうと、これ解くと 2x で6ですから3以下ですね。x は3以下になりますよと。このときには x は3以下。で、今 x 正ですから0より大きく3以下。このときにはこっちの方が大きいわけですから、この値になるわけですね。このときはこの極限値は 7x プラス6と。ということで、これでおしまいです。で、それから、じゃあ逆に、こっちの方が大きいとき、7x プラス6よりも 9x の方が大きいとき、これは、解いてあげると3より大きいときですね。x が3より大きいとき。このときには、今度は、こっちの方が大きいわけですから、9x ということで、これでおしまいですね。まあ、こんな風に知ってれば、まあ、すぐ求めることができますよという話でした。以上です。ありがとうございました。